サビルド・ロオールド・ボンド・ストリートのアーケード・メイフェアは、ロンドンのシティ・オブ・ウェストミンスターに属する地区。その名称は1686年から1764年までの間開かれていた2週間続く市に由来する。1686年以前と1764年以後は、この市は、ヘイマーケットにおいて開かれていたが、その後ロンドン郊外の某へ移動した。クラリッチフェアの区域は、 西はハイドパークに、北はオックスフォードストリート、東をリージェントストリート、南をピカデリーにそれぞれ囲まれている。メイフェアは17世紀中頃から都市化が始まり、18世紀以降はロンドン随一の高級住宅街として人気を集めた。メイフェアにおける土地の自由保有権の多くは現在でもウェストミンスター公爵が所有している。メイフェアは 現在商業地区として発展を続けている。以前に住宅であった建物を改装してオフィスにした物件なども多く存在する。本社を設けている企業も多くあり、ロンドンにおいてヘッジファンドが集中している地区としても知られている。賃料は高額であるものの、現在でもメイフェアに居住しているものも多い。その他にはレストラン、高級品店舗などが立ち並び、 ピカデリー沿いの在英国日本国大使館、グローブナースクエア、ロイヤルアカデミー・オブ・アーツ、グローブナーハウス・ホテル、クラリチスなどが存在する。イギリス版のモノポリーでは最も高額の土地がある街とされている。ミュージカル、映画、マイ・フェア・レディの題名は、このメイ・フェア・レディをコックニーなまりでもじったものである。ピカデリーサーカス、ありがとうございます。